やっぱ翔平はこう怪我と戦った野球人生みたいなね、エースキラーのって言われて、これはもう一緒に話しますよ。チェンジアップ投げるって聞いたら、チェンジアップとかいいね。でもこの3人やっぱね、あの俺の中ではやっぱり深い存在、親友っていうねカテゴリーってなんのかな。1988、2011年に僕は周辺に、うん、そうね、そう福岡ドームで、そうだよね、大卒でね、そう、あのベンチで声かけさせてもらって、そうそうそう、あー覚えてる、調子の程度の時ね。お互いにね、いやいや、恥ずかしいよ、ほんと。でも僕は福岡でできた最初の友達なんですよ、周辺は。いや、ご飯行ったもんね。行ったよ、ね、縁もゆかりもなかったから。やっぱ2010年出だして、11年にこうレギュラー手前ぐらいまで、そうね、そうそう、周平が行ったのをやっぱりすごい興奮して見てたし、うん、まあ、だからここぐらいから試合出場機会が増えてきたと、まあね、増えていきたかったんやけど、2012年にまたこれ怪我するんよね、うん、膝を。で、だから12、13、14、この3年間も全くやったから、うん、両膝を手術経て、で15からかな、また2015から。やっぱ周平といえばね、記録がね、盗塁の、ああ盗塁記録もね、唯一持ってた記録なのにね、日本記録、山田哲人君がね、あっさり逃げたね。あれ何連続盗塁でしたっけ。僕は32回連続で盗塁を成功してたんだけど、日本記録当時の、うん、山田哲人君も37回まで行って、うん、あっさり割とすぐだった、うん、キャッチャー相澤翼よ、あ、させよと思ってたけど同い年ね、相澤選手ね、そう、1988、足でまあ飯を食わしてもらったというか、うん、居場所をね、掴んでたので、うん、まあ、周東京が、ね、来てね、これは勝てないと、足でとんでもない足の速さ、速いやつが来たなと、もうこれこっちも、こっち頑張るしかねえなみたいな、うん、そういう風にモデルチェンジというか、自分のね、やっぱ居場所を確保しなきゃいけないわけだからね、そういう風にプレースタイル変わっていきましたけどね。でも体でかくなったよね。体はそうね、でかくなったんやけど、うん、もうこの3年間骨折したんやけど、うん、肩トレーニングできなくて、あ、もう細々になっちゃって40キロしかかんない最初、そっか、プルプル震えて、うん、でもやっぱやり続けて、今3ヶ月が経つんだけど、やっぱ65ぐらいまで上がってきて、あ、やっぱ周平はこう怪我と戦った野球人生みたいなね、うんうん、イメージもありますけど、エースキラーなんて言われて、それはもう一生自慢しますよえ、誰から2年連続でホームランだったんでしたっけ。あ、いや、大谷君とか山本由伸、ダルビッシュさんも言われてたもんね。ダルビッシュさんとかもね。だから今回こういう風に なって、うん、そのいろいろ世界も考えるわけよ、うん、で、プロ野球ってどこにでもあるから、イタリア、うん、ドイツ、オランダとか、まあ、野球で飯食えるっていうところは世界にあるから、そっか、じゃあマリンズ戦力外になって、うん、そこからのキャリア、自分のなんか PR 動画を作ってもらうときに、うん、もう有名どこから打ってるやつだけバーンって投げてVS 大谷翔平、VS ダルビッシュさん、それを送ると。いや、そりゃインパクトあるわ。え、でもやっぱ実際燃えるもんなの、なんか違いはあったの、それはたまたまだったの。多分相性だと思うよね。うん、どちらかというと速い球とかはまあ好きだったから、うん、そういう力勝負してくれるピッチャーはやっぱ割かし相性は良かったけど、へー、かわされるともうとことんダメ、もうチェンジアップとか誰が考えたよ、チェンジアップって魔球だよね、魔球、ほんとね、魔球。いや、でもすごい、なんかそれが見てて燃えたわ。またいい場面でホームラン打ってくれてる印象も、なんかそれはやっぱピッチャーの性格とかもあると思うんだけど、やっぱここぞで自分のいい球まっすぐバーン投げたいっていう人に対して、やっぱそういうことがね、まあ確率は低いけどあったかもしれないけど、そういう時にかわそうかわそうっていうピッチャーからは打ったことないかわされて、うんうん、で終わっても帰って帰って誰が一番嫌だった、今何やな、今日キッスさんとかかな。キッスさん、楽天のもうチェンジアップ投げるって聞いただけでも嫌、金子千尋さん、千尋さんとか、ああ元ババロンね、西勇輝とか、はいはい、徹底してチェンジアップなんよ、投げるよ、ね、でもだから分かってるわけじゃん、もうデータが出てる、いや、そうよ、もうこれ投げんなと、うん、だって YouTube で話してるぐらいだからそれはみんな分かってますよね選手とチームは。そうそうそう、でロッテ行った時も、はい、あのキャッチャー田村が周平さんには絶対まっすぐ放るなってミーティングで言ってましたそうだよな、変化球だよなとか思いながらも、いや、まっすぐ来るよってで、まっすぐ行っちゃうよ、バカなんだよ、ね、いやいや、ロマンありましたね。1988、やっぱり同世代の存在は大きかったですか、はい、あ
めちゃめちゃでかいね、うん、とんでもないやつが一人いるんで。あれどなたでしたっけ。柳田悠岐っていう。あ、柳田悠岐さん。あいつ入ってきた時の衝撃今でも覚えてるんですけど、あもうなんか外野から投げる時に、うん、この辺から投げるのに、うん、すんごい球いる。あ、まずスローイングだったんだ。肩クッソ強いみたいな、あ走ったら誰よりも速い。なんやこいつみたいな。やっぱなんかギータと周平はすごいなんか特別な、うん、なんか俺ね、トゥーシェンもいて、このトゥーシェンと柳田と大体3人で常に行動してたの、うんうん、福岡にいる時もやっぱ毎日ね、飯食いに行って仲良かったもんね、うん、その辺やっぱ喧嘩したことないし、柳田と、うん、トゥーシェンとはもう喧嘩ばっかしてきたけど、うん、殴り合いもしてきたしやろうね、うんうん、トゥーシェンも大概だからね、うん、で、柳田がいつも煽る俺に、私、トゥーシェンに言えよで、俺が言うと喧嘩になるの分かってていつも煽ってくる。いいね、うん、まあこの3人はやっぱね、あの俺の中ではやっぱ高い存在、もう親友っていうね、カテゴリーでなるのかな、分かんないけど、うん、まあ腐れ縁というか、共に過ごした時間が長すぎていいよね、なんか同い年って楽だよね。楽、マジで楽。そうだよね。まあでもそこからまた、はい、まあ新しい野球のキャリアが始まって、うん、はいはいはい。でもこれまた順風満帆にはいかずね、ねえ、いかないもんやね。数字が全ての世界なんで、この世界は。まあまあ、いやでも本当1年目のオープン戦、うん、めちゃくちゃ調子良かった。まあ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 状態は良かったし、まあ、2019年自体すごくバッティング状態良くて、うん、これで勝負したいなっていう形があって。そうだね、まあ、それで交流戦でホームラン打ったの森内さんから。ああ19年、19年だよね。そうね、 あの年すごく良かったんで、うんうん、まあ、これで勝負しようという思いで、で本当に最後の最後に、開幕前の一番最後の打席でデッドボール当たって骨折したいの。これがね、なんて残酷な運命だと。ここ、ね、ここ今こうやって左で触れるでしょ、俺、うん、右触れないからここまでしかいかない。洗う時とかもこうやって、脇洗う時こうやってやらなきゃいけない。バッティング練習もできなくて、うん、1年目、一体1年目の最後の方とかもう全く当たんなくなっちゃって、バットボール、うん、振ってはいたんだ。もうね、もう勝負かけて出ていってるわけだから。だから骨折は治って、骨折自体はまあ骨はくっついてるけど、うん、まあ、周りがよもう全然バランスが悪くて、うん、そう、あの時期は結構きつかったね。もうほんと当たらないの。自分がここにバット出したいって思ってもそこにバットがいかないの、うん、だから捉えたと思っても当たらないの。うわ、そう、もともと当たらないのに余計当たらなくなってなことはないか。いやほんまに、でもマジだと思って思ってるところができないっていう、そうそうそう、感覚のズレがねすごく大きくて、いや確かに今考えるときつかったけどね、本当でもプロは数字の世界なんで、うん、そう、数字を残せなかったっていうのがやっぱもう本当実力。でも簡単にはそう受け入れられないじゃん、そうなってたときって。あの分かってはいてもさ、うん、なんかね思うよね、あの時無理してなかったらどうだったのかなとか思うんだけど、うん、いや俺だから絶対無理するなって、その選択肢以外ないな。そっかー何回やり直してもきっとそうやるやろうなって。やるんです。うーん、そっかー、はい、改めて新球団に入団すると、ね、はい、どういうチームなの流行っては。流行ってはね、今12球団プロ野球があるでしょ、 NPB、うん、で16球団構想っていうのがずーっと言われてて、まあ、チーム数をプロ野球リーグ増やしたいと、まあ、改めてこの16球団にプロ野球になっていくんだよっていうの第一歩だと思うんで。すごい歴史が変わったんですよね。歴史が変わったというか変えるための第一歩っていう感じかな、うんうん、まあ、2軍だけしかやんない。でこの2軍のだけなんだけど1軍がないじゃん、うん、でどうなるかっていうと、他のじゃあ12球団が例えばキャンプで誰が怪我しました、ちょっと補充したいですで、あった時に流行っての福田選手いいですか、で、うんうん、金銭トレードで獲得できるようなシステム。へえ。だからシーズン中に NPB の12球団に行くチャンスがあるのが新潟と流行って静岡。なるほど。まあ言うならば独立リーグよりもまあプロに近いというか。そうそうそう。もう NPB の枠の中に。枠の中に一応入ってて、へえ。2軍でやるし。うんうん。そう。でもこれは NPB 経験者しかシーズン中のトレードできない。なるほど。独立リーグ、社会人、高卒、社卒、大卒、高卒の人たちは、まあ、いるんだけど、早くも、新潟にも、うん、その人たちはドラフトを経てないから、うん、あの11月の、ね、ドラフトで指名されてからしか入れない。なるほど。プロには。プロにはってか、NPB、その12球団にはなれない。うん、でも、俺たちはなれるチャンスがある。
なるほどね。それこそだってホームグラウンドとか静岡、静岡、うん、静岡県民になります。そっかー、不思議な感じがするね。不思議だよね、ほんとほんとね。頑張ってください。ありがとうございます。タイヤをね、見てるよ、チェックしとくから。いやいや、ほんとよ、めちゃめちゃ応援しとるから。 KBC の顔やからね。いや、もう顔よ。今となってもう13年もやってるから、こっちも。そうよね、そうよ。キングダムがやっぱ好きすぎて、うん、だって原先生とご飯食べてたやん。好きすぎてやばいやろ。いろいろな、ね、質問攻めしちゃったの。お隣千賀おるのに千賀と話したいんだろうけど、ちょっとすいませんいいっすかとか、いろいろ話。俺でキングダム出てるん。え、は出てる。何、ほんまにどういうこと。俺と千賀と矢野が出てるん。これね、気づく人もいないんだけど、おう、行の戦いで、はいはい、ゲーム読んでる。途中までしか読んでない。まあ相手の強い重装っていう10人の槍部隊がおるね、うん、あの長のところに、うん、そのところで指図するんやけど、行が指図するのかな、武将が行けみたいな。その時に行け行けみたいな感じで、ギタ、兵衆、俺兵衆ね、学校、千賀高台の周平兵衆、学校、千賀高台の間取って学校、ギタは柳田のギター取ってギタで兵衆行けみたいな。やば、夢やん。いや、もうそうよ、やばいじゃん。名刺かけるじゃん。そっちも名刺かけるね、編集で。キングダムがまず好きすぎて。ああ、そう。